はい、さーい、はい、今回ですね、スノーという神アプリ見つけたんですよ、はい、さあ皆さんご存知、こちら、これね、見てて、うん、これ猫とか、おお、可愛らしいな、何この野良猫、野良猫、拾いたくないんだけど猫化してるんだよ、でかくぐれそうだな、ミュータントだろ、逆盛りみたいな感じ、逆盛りね、こういう風にいろいろと遊べると、はい、で俺考えたんですよ、女装してスノーやったら可愛いんじゃないかっていう、ああ、うん、なるほどね、でカメラマン姉貴、ひっちゃんの姉貴ですね、そうっす、やってくれるっていうね、メイクを、そう、ああもう女性の方にしてもらったらあれじゃないですか、残念ながら勝ちです、勝ちです、釣れますね、勝ちとか負けとか分かんないですけど勝負なのか、対決するの、対決なの、対決です、あ、対決、で審査員が人なんで、俺とハローが決勝して、はい、で、たけしが、なるほどね、いいですよ、誰が可愛いか、あー、そうですね、可愛い女の子を選別するのには結構能力たけてると思うんですよね、ビーチ管理者してたんですよ、一時期そういう時期もあった、可愛い女の子は見続けてきたんで、大丈夫だと思います、はい、じゃあ早速やっていきましょう、はい、はい、スーパー持ち、スーパー持ちね、化粧が終わったらしいんで、ちょっとあの連絡したいと思います、撮るでしょうか、お、出ましたね、あ、ハルさんの部屋ですか、これ、あ、なんか髪の毛、こっどうもハルコです、あー、すごいですね、これハルコです、なんかあのひっちゃんに変わります、エレベーターみたいな、どうも、ひろこです、なんか出てきましたね、新宿二丁目からちょっと出てきた魔物ですね、これね、ちょっと待って、これなんかいろいろ混ざってるんだけど、俺の方がいじられてない、ちょっと、おお、なんかすごいですね、あ、なんか漏れてますね、猫のやつつけると結構漏れてる感じしますね、おお、なんか可愛らしくなってきた、ちょっとあっち系にちょっと目覚めそうですけどね、今、現在この人たちも結構ノリノリですけど大丈夫ですか、ちゃんとこっちの世界から戻ってこれますかね、この人、普段見るひっちゃんとハローキとなんかちょっとビジュアル度が上がってますねいやー素晴らしい、可愛く見えました、ちょっとね心が揺らいでしまいましたねちょっと、ね、酔っ払ってたらちょっと危なかったですね、ちょっとね、酒入ってなくてよかったなっていう感じですけどね、楽しそうですね、このお二方なんか跳ねてるんだけど怖いんだけど、後ろの人あれでしょ、悪魔崇拝してる人でしょこれはい、ということでね、あの先ほどの方ね、スノーで見てお二方ちょっと可愛かったんですけどね、ちょっと苦渋の選択だったんですけど選びました、一人、その一人をね、こちらの方に呼びました、実際どういう感じか目で確かめてね、もうなんていうんですか、こうちょっと触ったりとかしたいんで、おお、早速来ましたね、緊張してきましたね、なんかじゃあ行きます、お、いらっしゃいませ、どうも、なんかホラー要素ありますよね、若干なんかちょっと思ってたのと違うんです、なんかちょっと詐欺にあった気分ですね、今ちょっとすいません、見ましたよ、めっちゃ怖かったですよ、今ここに来た時、何あの宇宙から来た物体 X、 全然違いますね、はい、ということでね、はい、スノーどうでしたか、スノーの時の方が可愛かったですね、断然3倍と曇りぐらいですね、タキシはやらない、はい、俺ちょっと中学校の時に女装癖やったんでその技術を生かして自分で、はい、まさかのタケコさんが女装ができたということでね、早速どういう流れが可愛くなってんでしょう、怖いなおいチェンズ早っ、スノーですらも、ちょ無理なものは無理でしたね、そうですね、私綺麗デビルマンですね、真顔でも笑ってるように見えると、そうそうそう、ヤシオボスをやり倒してるよねまあ、一応スノーだったら漏れてたんじゃないですか、結構、まあ、それでも、やっぱタケシの方が勝ってますよね漏れてました、いやもうスノーがあればね、どんな方でも綺麗に見えるということですね、はい、これね、ビデオ電話としても使えるんでね、うん、便利で、ね、面白くね、通話できるんで、いや確かに楽しかった、皆さんもぜひおすすめですね、はい、そうですね、概要欄の方にね、リンク貼ってるんで、そこからアプリの方に飛べるんで、よかったら皆さんも遊んでみてください、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。